ブラック&ホワイトジャパンプレミアスペシャルゲストをお招きしていきたいと思います。まずは本作品のヒロイン、ローレンのようにとってもキュートで美しい西山茉希さんです。どうぞ。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。私事なんですけど、はい、本当にまさにブラック&ホワイトのローレンのように今人生のモテ期がなぜか来ていて、はい、2人の男性をですね選びきれずにいるんです。まずは危険なロマンティストのこの方です。井上さんは CIA だったんですか？ CIA ですから、はい、超イケてるアシンメトリーじゃないですか、うん、マキみたいな素敵な女性には僕のようなね、こうほらもうイケメンがよく似合うでしょ。何の音ですか？なんかしてきましたね。何？待て待て、マキさんは絶対渡せへんからな。誰よおい。アシンメトリーの件でちょい滑っとるやないか。これ逃げじゃこら。滑ったんちゃんとカメラさん押さえましたか？そこは使いどころですよ。やってるかいボケ。おこの際やからはっきり白黒つけてるやないか。くれ。それでは西山さん、白黒をつけていただきましょう。西山さんが選ばれたのは危険なロマンティスト、ブラックの井上さんでした。井上さん、おめでとうございます。なんで井上さんを選ばれましたか？超イケてるアシメトリーだからです。いやそれ滑ってた。滑ってません。滑ってたし受けまくったやつ。滑ってたし、その横のやつ全国的に嫌われてんだ。誰が全国的な嫌われもんじゃん。この映画のように同じ女性の方を好きになったとかっていうことってあったりしますか？同じ女性を同時に好きになったっていう経験はないんですけれども、はい、知らなくて石田くんが付き合ってる彼女を僕が一生懸命口説いてたことはありますね。なんと、はい、僕の彼女にメールを入れてくるんですけど、それを僕が見せてもらって、はい、で僕が返信してたんですよ。性格悪すぎるやろ。西山さんも可愛いので、まあ、こういうシチュエーションは十分あり得るだろうなと思うんですけれど、西山さんがほんでずっと可愛いを否定しないですよね、うん、逆に言うとなんでお前ブサイクを否定するの？何がやねんお前。今間違ってるからや。誤答や、誤答やから。やっぱやめた。誤答やからや。やっぱこっちが白の衣装もらっていいですか？違う違う、黒、皆さん黒、ブラックの方好きでいてくださいね。本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。一度やってみたいなと思う直見内容ありますか？なんかヨーロッパ行きたいです。ちょっと俺に言わせて。いやいや、ごめんごめんごめん。なんか俺そんなもん分かってないから。ブラックにも言うてこいや。ブラック連れてったのかもしらんやろ。叶わなそう。叶わなそう、叶ったろあんなもん。雑誌モデルとしてやる直前ぐらいまでこうヨーロッパロケが結構あったみたいで、うん、私やりだした時ちょっと不景気。悲しなるやろおい。バカたれ。あまり海外経験がないので。海外にいっぱい行きたいですね。そういうこと僕一回個人的にやったのはAKB さんのライブを、前から3列目のど真ん中で職権乱用で見させていただいたことがあるんで。この映画を見るとしたら誰と一緒に見に行きたいですか？それは現実的じゃなくてもいいんですか？大丈夫ですよ。お前また売名行為するじゃあ売名今から売名行為しますから皆さんちゃんと押さえてくださいね。剛力彩芽さんです。ほら出た。いやいや石田さんはいかがですか？私はね恋してる女性がいますので、はい、その方をこれ見てちょっと攻めようと思いましたので、はい、今年中に結婚します。無理やってまだ逃げられる。